ハイロー・ニガワ・チャイナタウンは、大韓民国唯一の公式に認められたチャイナタウンである。インチョ川港域市の中区に位置し、1884年に設立された。韓国最大のチャイナタウンを称しており、高さ11メートルの中国式の入り口であるパイローを備えている。2007年現在、ニガワ・チャイナタウンには、民族的な中国人はほとんど住んでいない。 二川チャイナタウンには多数の料理店や娯楽施設がある。かつて新国疎開と日本疎開の境界を成していた階段1930年頃の二川の地図。品町と記されている二川チャイナタウンの歴史は100年を超える。第一世代の伝統的な文化が全て保存されているわけではないが、この地域は今も多くの中国の香りを宿している。 二川は19世紀末に開港してより、親、中国的な都市になった。1882年に清と中朝商民水陸貿易商店を結んで以来、朝鮮は清と現代的な貿易関係を開始した。翌1883年に住物裏が開港するとともに、今の二川チャイナタウンの地域は、真の違い方権を持つ土地に指定された。その後、 二川の佳境社会は1885年に新国船簡素会を設立することによって本格的に始まった。1883年の記録では中国人は63人が住んでいたが、1年後には235人、1892年には637人、1900年代、初めには1000人ほどに増加した。1971年、大韓民国政府は、 外国人が世帯あたり200坪以下の住宅1個と50坪以下の店舗1個だけを保有することができるとする外国人の土地取得及び管理に関する法律を施行した。これによって、家境の運営する大規模なレストランや自営業は大きな打撃を被り、今日は春のような大型レストランは閉店し、この後は零細な規模の店のみになった。政府による各種の規制によって、 家境は韓国を離れて、アメリカ合衆国や台湾へ移住し、家境の人口は減少した。1970年代半ばから1980年代末に、かけてチャイナタウンは、錆びれていった。新川港の旅客ターミナルや魚市場などが移転した、ために証券を失った。中華人民共和国との国交が結ばれた1990年代後半に、チャイナタウンが復興された。 2001年に文化観光部がチャイナタウンを観光特区に指定して近代文化財を再整備してから観光地として知られるようになった。2015年現在、新川に住む家境の人口は5万人である。新川チャイナタウンは韓国と中国の関係を改善した。2016年、新川チャイナタウンの道路の名前は中国の有名な道路や都市の名前に変えられた。 現在のチャイナタウンに住む中国人の大部分は初期の家境の2世、または3世位である。ニガーチャイナタウンの建物ニガワチャイナタウンは様々な料理や娯楽を提供する。酢豚、海鮮と野菜の辛子ソースあえ、黒豆ソースの麺、フォーチュンクッキー、月平、コンガルパンなどの様々な料理がある。今日は春はこの地域で最も有名な中華料理店である。 月平は中国で中秋節を象徴する食べ物である。コンガルパンは中国式のパンの一種で、中は空になっており、外側だけが膨張している。また、チャイナドレス、古い陶磁器、伝統的な茶、宝石、アクセサリー、茶碗セットなどを売っている。観光スポットとしては、パイロー、偽善堂、三国支援儀の壁画、冠中文化館などがある。 二川チャイナタウンは、二川自由公園、小月堂童和村、月日島などに近い、中国に関係する施設は多い。加橋中山学校、海岸天守教、漢中文化館、三国支援儀の壁画、中国小村文化体験館などがある。海外加橋のための学校は1934年に建設された石造りの建物の2階にある。海岸天守教は現在は、 カトリック教会の教育用に使われている。韓中文化館は2005年に設立され、韓国と中国の歴史と文化の交流のために主要な役割を果たしている。三国支援儀の壁画は、道の両側が壁画とタイルで飾られており、三国支援儀の重要な場面を説明している。日本に関係する施設もある。かつての日本領事館、第一銀行、十八銀行、 58銀行の支店跡、工芸がある。ありがとうございます。